2011年の11月に文科省から出た、これは小学校、中学校、高校生向けの教材、副教材なんですけれども、ここに放射線の影響のことを教えようとしているわけです。で、この中に日本では原子力発電所福島第一原子力発電所で事故が起こった、で大気中にセシウムなどが放出された、そういうことでここに書いてあるんですけれども、この副読本の中には他に原子力発電所の事故のことに関してはほとんど触れていません。で、非常時における放射性物質に対する防護ということで、原子力発電所や放射性物質を扱う施設などの事故によって放射性物質が風に乗って飛んでくることがありますというようなことが書いてある。でも日本では特に飛んできていろいろなところがもう汚れているんですけれども、そういう汚染地図なんかには書いてあるは教えていないんですね。でその教材の中に100ミリシーベルト以下の放射線の影響については先生にこう病気との関係が、明確な関係があるという証拠がないということを理解させるように先生にその指導しているということなんです。で本当にそうなのかっていうことなんですが、広島長崎の原爆被爆者の疫学調査ではそういうことではなくて、LNT モデルというのが、きちっと成り立つということがもう発表されているわけですよね。ずっと前からこれは分かっていることなんです。で一番最近 の, データですけれども、今年の2月に発表されたものだと思うんですが、線量あたりの過剰相対リスク、で計算すると、100ミリシーベルト以下、あるいは200ミリシーベルト以下の方が全領域を考えた場合よりも線量あたり の, 過剰相対リスクは高いということが分かっているわけなんです。でこういうことが分かっているにもかかわらず、もう100ミリシーベルト以下は、病気と関係ないということを生徒に教えるということをやっているわけなんですね。でどうしてこういうことが起こるのかっていうことなんですが、そのがん以外にもですね、広島長崎では心臓血管系とか呼吸器とか消化器、泌尿器系の病気が線量に比例して、増えるということは分かっているわけです、ずっと前から。それからチェルノブイリ事故で自己処理者とか避難民ですね、それからその子どもたちに先天性の異常とか脳神経系の異常、いろいろな疾患が起こるということも、これは事実としていろいろ発表されていることなんです。でそれなのにですね、性染料のリスクは分からないと言っているわけなんですけれども、分からないということイコールリスクがないとして教える、でそういうことによって利益を受けるのは誰なのかということを考えてみると、そういうことを、そういう視点からですね、今度国会事故調で明らかになったことがあります。でこれは東電にとってリスクというのはどういうものなのかということなんですが、これは東電の内部資料によって分かったことです。で東電のにとってのリスクというのは、例えば自然災害の場合でもリスクがあると規制強化が起こると。でプラントの長、それによってプラントが長期で停止しなければならない。でそういうことがリスクであって、シビアアクシデントが起こるということが
あると、それを防がなければならない。でそのために、原子炉を長期間停止させなければならない。でそういうことが東電にとっての第一のリスクで、私たちが考えているリスクとは違うということなんです。で、そういうことを放射線の関係でもそういうふうに考えていて、電磁連がそのリスクに、リスクを過小評価するためにどういう働きをして、活動しているかというと、まあ、ICRP の委員にですね、お金を出して旅費を全部出してるんですね。で ICRP の委員に働きかけてリスクの規制値を緩めるようにしているということが分かったわけです。で、まあ、2007年の勧告に関して電力側が主張していたことが全て反映されたというような記載もあるんです。でこれ内容は具体的には分からないんですが、そういうことは電力 の、 主張が通ったということなんですね。でそういうことが電力側 の、 記録によって分かってきた。でそれから研究分野に関しても働きかけをやっているわけです。例えば東電の武藤副社長が悪い研究者に乗っ取られて悪い方向に研究が向かわないように、まあ、研究の動向を監視しておくことというようなことを言っているんです。それから非がん性影響についても、まあ、適度に厳しいついても過度に厳しい放射線の防護要求とならないような研究を進める必要がある。で放射線が影響が蓄積しないということが分かれば大幅な規制が緩和で、規制緩和が期待できるとか、まあ、そういうようなことで非常に研究の方向に関しても東電がいろいろ研究機関に監視しているということが分かる。であと学校の再開の問題ですけれども、まあ、20ミリシーベルトにしておけば、まあ、43校ぐらいを対象校として除染するっていうことなんですが、10ミリシーベルトにすると、まあ、414校がその対象校になってしまう。でそういうことで、まあ、20ミリシーベルトってこれ一つの理由で一つだけではないと思うんですが、まあ、人の健康というよりも経済的ないろいろなファクターのほどを重要視しているのではないかということで、結論は、まあ、こういう書いてありますので、時間になりました。すみません。どうもありがとうございました。こんばんは。スライドは英語で用意してありますが、日本語でお話しします。原発事故が起きてどういうことが必要かということをちょっとまとめました。すべてではありませんが、一つ目は予防原則、つまり、どういうリスクがあるか、あるいは時間が経って何が起きるかということが必ずしも、確定しませんけれども、起きた場合に非常にリスクが大きい恐れがあるので予防原則に立つということが必要だと思います。でそれに応じて、例えば放射線の防護をするということが、必要なはずです。でそのためには、放射線の測定や、汚染状況の調査というものを十分にする必要があります。で、どういうことが分かったかということを、多くの人に伝えていくということが必要です。またその事故をや起きたことに対する法的な責任というものをちゃんと、法的な責任をちゃんと、明らかにするということも必要です。で、これは本来ここに書いたことは、国であったり、公的機関がすべきことですけれども、日本の今回の事故の場合は、公的機関がこれらのことをするのが非常に遅かった、あるいはなかなかはっきりした態度を取らなかったと。ということで、住民あるいは市民あるいは市民団体というものが、
これらのことをしなければならなかったと、最後の法的責任を問うことまでですね、告訴をしたり裁判を起こしたりということを市民側がしなければならないという非常に、残念な状況になっていると思います。で、しかしこれは事態は特に放射能汚染という事態を受けて長期間に続く現象ですので、これから私たち にとってたくさんのチャレンジといいますか課題があると思います。非常に長期間続くということがあります。それからチェルノブイリの場合と違って人口が非常に多い、影響を受ける人口が非常に多い ということがあります。それから日本の場合はその人口が非常に高い割合都市化した人口であるということがあります。都市化しているということの一つの特徴は食べ物を買うということがあります。で、日本の場合は食べ物の流通が非常に複雑な、フードマーケットのシステムがありますので、特に加工品、加工食品をたくさん食べる割合が高いと。で、これが今回の事故でどういう影響を持つかということは非常に慎重に評価する必要があると思います。もともと事故の前から日本は、医療関係のスタッフが不足している。例えば、周産期医療では人が足りないということがよく問題になっていましたし、それから医療に非常にコストがかかると、こういった状態の中で、原発事故の後の、健康調査であったり、人々の不安に対応していくということを していかなくちゃいけないという非常に不利な条件がもともとあるということも注意する必要があると思います。それからこれは果たして皆さんが賛成されるかどうか分かりませんけど、日本というのはいくつかの点においては途上国であるというふうに私は考えています。例えば情報公開のあり方、それから食品の表示、それからトレーサビリティのあり方、民主主義のあり方、それから市民組織ですね、市民社会組織 NGO、NPO、あるいは住民組織といった市民社会組織が必ずしも十分に力を持っていない国であると、そういった中でこの長期間の原発事故の後の時代というのをに向かっていかなくちゃいけないというのは私たちにとって非常に大きなチャレンジであると思います。ちょっとこれは飛ばしますね、時間がないので。で、どういう市民がどういうことをやっているかということをちょっといくつか見ますが、放射線の測定あるいは、に関してですが、例えば学校の校庭でどれぐらい汚染されているかというのを昨年の3月の末ぐらいに、福島の市民のグループの方たちが早く測定しています。で、これが予想されたよりも非常に高い数字であったので、公的機関がそれを追っかけるようにして、福島県の場合は全部の学校、幼稚園、保育所などの校庭を測定することで初めて汚染の全般的な状況というのが分かったと。これ市民が調べて公表しなければですね、そういったことが分かることがすごく遅れたと思うんですね。それから、お母さんの母乳の、検査、ヨウ素セシウムの検査というものも、本来これはまず最初に公的機関がしなければいけないことですけれども、まず市民がやっています。から海外の機関がいろいろ協力をしてくださいました。で、今ではそれを受けて公的な機関ももちろんしていますけれども、市民がリードを取ったということです。それから、子どもの、や大人の尿検査というものも、なかなか公的機関が取り組まなかったので、市民がやっているという面があります。から現在では、ホールボディカウンターは病院や公的機関が導入をしていろいろ使い始めていますけれども、これもかなり早い段階で、市民運動体が、これの必要性から実際に導入して測定をするといったことがやっています。
から現在いくつかの自治体で行われている給食の、いわゆる影前、テストですね、あのシャドーミールモニタリングですけれども、これも、市民の要請があったり、して、まあ、市民が一生懸命押さなければですね、要請しなければなかなか自治体は腰を上げなかったということもあります。で、あの、ただこういったことはですね、もちろんあの市民が自分たちでずっとやっていくということはいろんな意味で難しいです。もちろんあの費用もかかります、技術的な限界もありますので、やはり公的機関があのちゃんとやっていくということが大事でありますし、その結果を公開して共有していくということが非常に大事だと思います。ただ、やはり市民がやる、あるいは要請する、それを支えるということで公的機関がこういったことに取り組んでいくといったことが非常に重要だと思います。先ほど崎山先生が紹介されましたあの、放射線に関する読本、あの副読本なんかでもですね、公的なものというのはもうなんか年間20ミリシーベルトというものがもう、前提になったかのようなものが出回ってしまっていますけれども、独立して市民あるいは大学の研究者が作ったりしたものがあのいくつかあります。あの崎山先生たちのグループも非常にいい、ガイドライン、ガイドブックを作っておられますけれども、そういったものに関しては最初に申し上げた予防原則に立ったものもあります。ですから、こういったあの、材料がですね、常に公的機関のものと、市民が取り組むもののある種の緊張関係を保っていくということは非常に重要であると思います。ちょっと話が違いますけど、この最後に書いてある、現在も非常事態は続いているという点はですね、調べてみて驚いたんですが、福島第二原発に関しては、原子力緊急事態は、撤回されてるんですけども、第一原発に関しては撤回されてないんですね。で、首相の収束宣言というのはありましたけれども、実は現在も第一原発に関しては原子力緊急事態が、続いていると、これは非常に世界 の、 あの原子力の事故の歴史上ですね、こんなに長く続いて、これもいつまで続くか分からないという状況は極めて異例なことだろうと思います。それでですね、もう時間があの1分しかないので、ちょっとすいません、食品のことは飛ばしてですね、最後に除染のことだけちょっと触れておしまいにしたいと思います。除染という言葉はですね、まあ、いろいろ評判が悪いんですけれども、実はですね、あの3つの違うことを指しているんですね。で、例えばあの避難した人たちが汚染されていないかを調べて、汚染されていれば水で洗うというのも、まあ、除染です。ディーコンタミネーションというと思います。それから、特定の場所、あるいは特定の場所、あるいは滑り台の下のところとかですね、雨どいの下とか、そういったところの、汚れを取り除くというのも除染です。しかし環境全体の、汚染を、線量を下げるというのは、本来はディーコンタミネーションという言葉は使わなくて、リメディエーションという言葉を使っています。ですからこれは除染といっては本当はいけないんですね。しかし日本ではあの主にこれを指して、この3つ目を指して除染という言葉が使われていますけど、これは非常にあのおかしな話で、割と見落とされがちなのは、農業の作業、農作業をする人、それから現在福島他の場所で、除染の作業をしている人たち、特に、福島県の場合はあの地元の若い、場合によっては18歳19歳という人たちが、非常に防護があの不十分な形で、除染作業に駆り出されているという現実があります。こういった事態を受けて、大変なことが起きないようにきちんと、モニターしていく、あるいは支援をしていく、救済をしていくということに十分な、力を注いでいく必要があるだろうと思います。すみません、ちょっと最後の方時間が押してしまって説明が不十分ですが、ここまでにいたします。ありがとうございます。この日本の南西部にある、水俣というところで、工場から排出されたメチル水銀に汚染された魚を食べることによって引き起こされた
中毒性疾患である水俣病、これを長年見てきました。これは初期の最も重症な患者です。水俣病の症状は軽いものから重いものまで様々な神経症状の程度があるわけですけれども、政府と原因企業の窒素は写真のような重症の患者をも水俣病であることを隠そうとしました。水俣病の原因企業窒素は1932年から水銀を海に流し、1956年に最初のメチル水銀中毒患者が発生したにもかかわらず、排水を1968年まで止めませんでした。健康被害は徐々に進行し、多くの人々にとって直ちに健康被害は出なかったため、健康被害は後に拡大していきます。それに加えて患者への差別、地域内の対立、政府の圧力などが、真実の解明と補償救済を遅らせてきました。これらの私たちの経験は原発事故と酷似しています。1995年までに1万人以上の患者が水俣病として申請しましたが、政府は認めませんでした。結局患者たちが訴えた裁判の後、近年政府は救済策を取っています。先月それを打ち切りましたけれども、今でも10万人以上の被害者がいると考えられ、数万人が救済はされていますが、その対応は不十分だと言えます。環境汚染による疾患では、実態の解明、病態の解明、原因の排除、住民への情報提供などが必要ですが、水俣病においてそのほとんどがネグレクトされてきました。原発事故においてもすでに同じ状況になっていると断言できます。日本においては水俣病も原発事故も同じ環境省が担当しています。私たちの先輩が水俣の汚染地域に診療所を設立することができたのは、患者の発生から20年近く経過した1974年でした。それほど窒素の圧力が強かったわけです。この診療所は1978年に病院となります。1995年までに約1万人の水俣病の検診を行い、患者の掘り起こしを行ってきました。それだけでなく、病気の解明のために疫学調査を行い、その成果は患者の起こした裁判に生かされます。もしこのような私たちの研究がなかったらならば、数万人の患者たちは無視されたということです。原発事故に対する日本における医療機関の対応はどうでしょうか。現在日本の医師の多くは、各地で訴えられている微出血や下痢などの症状は放射線と無関係と先に決めつけてしまい、チェルノブイリで放射線による心血管系疾患が疑われているという事実も知らない人が多いのです。これは多くの医師が過去に例のない環境起因性の疾患について機能法的に考え行動しなければならないということに慣れていないということもありますが、政府などによるプロパガンダの影響が根底にはあると思います。因果関係の検討には疫学調査が重要ですが、現在訴えられている症状に対してそのような調査は一切行われていません。しかし被曝の影響を考慮し行動する医師グループが少数ではありますが形成されつつあります。また放射線専門家の逸脱も著しいと言えます。日本の医学市場でリスク比較が行われたり、住民がパニックに陥るという理由でリスクを語らない風潮が強く、医師は単一情報を提供すべきという発言など、被爆者の医療アクセスと実態解明を遠ざけるような放射線の権威の方々の発言が続いています。昨年5月、日本政府は被爆の研究に関する指針を提示し、調査研究は自治体と十分調整して行うことや、重複した調査研究をしないようにと言っていますが、これらは自由な研究に対する圧力になっていく可能性が高いと言えます。水俣病と原発事故を比較してみましょう。暴露に関しては放射線の方がメカニズムがより複雑です。外部被爆のほか内部被爆、放射性微粒子による被爆などが考えられます。 ICRP をはじめとした人々は
内部被曝や放射性微粒子の重大性を過小評価し、被曝をシーベルトで表現しようとします。対する健康影響についても、放射線ではより多彩であるにもかかわらず、ICRP は眼視によるデータなどのみを採用して論じています。このように論じ方そのものに問題点があると言えます。福島県の健康調査には次のような問題点があります。山下俊一氏は事故直後に安全キャンペーンの先頭に立ち、県民に無用な被曝をさせてきました。その方がトップになっています。県民健康調査は被曝に関する情報収集がほとんどで、健康被害を検討するための問診などが欠落しています。被曝影響を小児の甲状腺がんなどに限定しようとしています。小児の甲状腺調査の説明と開示が不十分で、セカンドオピニオンを封じようとしているなどの問題点もあります。日本の医師にとってまず重要なのは、因果関係が断定できないというのなら、なおさらのこと個別症例を放射線障害との関連を疑いつつ観察治療していかなければならないということを知ることです。一症例であっても時には重要です。そして個別の症例を通じて鍵となる疫学調査が充実していくわけです。私たちはそういう疫学調査を政府に要求すると同時に、水俣病の経験ではそれが非常におぼつかないわけですから、これは大変非常に困難な仕事ですけれども、国民自ら調査研究を組織して いかなければならないというふうに考えています。先ほども同じような話がありましたけれども、日本は先進国と言われていますけれども、水俣病の原因企業窒素が反省なしに急成長をすると、その一方で何十万人の水俣病被害者を放置してきた、そういう国なのです。水俣病でも患者を真剣に見る医師はごく少数でした。このような医療環境を変えるべく、私たちも努力をしますけれども、ぜひ世界の医学者、研究者に、ここに書いてあるような調査研究の援助をお願いしたいと思います。以上です。ありがとうございました。さまざまなことがある中で、夏ぐらいになって本当に私が作りたい法律が一本出てまいりました。それがこの今では被災者子ども被災者支援法と呼ばれている法律です。悔しかったんです。チェルノブイリについてずっと調べるようになって分かったことは、2010年代の日本の人権意識、国民の尊厳に対する意識というのは、実は私たちが鉄のカーテンの向こうで収容所列島などと呼んでいたあのソ連よりもむしろずっと低いかもしれないという事実に私が気がついたことでした。ソ連では子どもたちをいち早くキエフにたくさんのバスで逃がしました。私たちの多くも気がついていましたが、日本ではあの状況の中で実は子どもたちを逃がすことはしませんでした。今でもそのことを恥ずかしく思っています。そして2ヶ月後にチェルノブイリの人たちは子どもたちの採血をしました。今でもその血液は保存されていて、どういう各種がいつ増えたのか、また免疫構造に何が起きるのか、重要な薬品開発のための手がかりとして使われています。しかしこの1年半福島の子どもたちの血液検査は行われていません。子どもたちの学校の状況、そしてチェルノブイリ法、5年間かかりましたが、あの初めての事故で人々に移住をするのか、そこに住み続けるのか、その選択肢を与える、そういう選択肢は日本では与えられていませんでした。あなたは無理やり避難する人、あなたは残る人、そういう線が政府によって引かれ、説明はされませんでした。子どもの感受性が大人の3倍から4倍、4倍高いということが判明しているにもかかわらず、子どもたちも20ミリ以下なら大丈夫というようなことが言われてきました。
これは完璧な 人権の蹂躙です。人間の命を非常に軽んじることでもあります。国が国民に対してそれをやっているということ、そして私が与党の議員としてその国の一部であることを心から恥ずかしく思いました。だからどうしても新しい法律を作ろうと思いました。チェルノブイリ法から学んだこと、それは人々が自ら決めるその人権をまず保障するということです。同じ危険、同じマイクロシーベルトであっても、それを非常に怖いと感じる人と、ふるさとへの結びつきからそこにいたい人、そのどちらも認めなければならないと。人々に自らの自己決定をする権利というものを最低保障するということが大事であるということ、情報に対するアクセスというものを確実にしなければならないということ、そして多くの被害者が自らの病気や死をもって証明しながら裁判を戦うという理不尽さから解放しなければならないということです。結果として法律は国民の自己決定権を認める法律が今年の6月の末にやっと通りました。そしてその法律の中ではいくつかのことを保障しています。一つには自己決定権があること、情報へのアクセスが保障されること、避難することを選んだ人たちは職業や住宅についての支援を受けることができること、残ると決めた人たちには医療やモニタリングや除染の権利があること、また子どもたちにはきれいな食べ物というものを保障するということです。そして戻ると決めたとき、また帰るよって決めたときには元へ戻るためにも人々は支援されなければならないとしています。これはチェルノブイリ法にはなかったこと、私たちが付け加えたことです。この法律を作るための勉強会を開いている過程の中で私たちはある発見をしました。それは広島長崎の被爆者援護法という法律が日本にあるのですが、その範囲が原爆の落ちた地点から半径 3.5 キロというところで区切られているということです。この 3.5 キロは一体何を意味しているんだろうか。答えは1ミリシーベルトなんです。1ミリシーベルトの被爆を行った人たちは全員救済されるべきという法律が日本ではすでに作られていました。そして日本の法律では年間5ミリシーベルト以上の放射線のあるところは放射線管理区域と呼ばれていて、そこでは18歳以下の子どもたちはもちろん立ち入り禁止ですし、プロフェッショナルな放射性物質を扱う人たち以外は入れないことになっています。もちろん食べ物、飲み物を持ち込んではなりません。それにもかかわらずその4倍のところで今福島の人々たちは生活をしている。この法律無視、この歴史無視は一体何なんだ、この人権無視は何なんだということが私たちの原動力でした。そして多くの立ち上がってくださった医療関係者、弁護士の皆さん、被災者たち自身、本当に大きな運動を起こしていただいて、法律を作る私たちの味方になって、何度も何度も議員会館の中を巡っていただいて、多くの味方を作っていただきました。そして政府に圧力を作っていただきました。その人たちと一緒だったから、この法律ができたと思っています。今日の話題で言うと、私たちはその中で与野党を含めていろんな議論をしながら、一つ大きなことができたと思っています。それは政府は子どもたちの健康問題に対してもう被害者が立証する必要というものがない法律の仕立てになっているということです。どういうことか、無関係であるということ、その生活環境に放射性物質があるということ、被爆する環境にあるということ、これが無関係であるということを
国が証明しない限り、すべての疾病、すべての障害は医療費の免除もしくは減額の対象になるという法律にしたことです。私たちは子どもたちが長い苦しい裁判を通じてやっとその因果関係が立証できるというようなことを待つわけにはいきません。人間の科学はそこまで発達していません。だから私たちは外で遊べなくなったがゆえに肥満になって糖尿を起こしている子どもたちも、大海原で漁をすることができなくなって骨密度が下がって骨を折っている高齢者たちも、すべて国の医療費で救おうという決意をしました。それを政府に認めさせるのは本当に大変だったです。私の民主党時代に所属していたプロジェクトチームのチーフは言いました。谷岡さん、これは国民と共にしか、被害者と共に作ることによってしかできない法律だよと。その言葉の通りになったと思います。しかしながら政府自身が今も嘘をつき続け、国民を裏切り続けていくことの中で、私は共犯であるということに耐えられなくなって、仲間と共に与党を出ました。そして今グリーンウィンド、緑の風という新しい解放を起こして国民の側にいて頑張ろうと思っているところです。どうもありがとうございました。で、ですね、先ほど来話が出ていますように、今に至るまで、日本の福島の、避難基準年20ミリシーベルトです。で、私たちはこの20ミリシーベルト基準の撤回、学校の利用基準に始めて、その避難基準としての20ミリシーベルト撤回を求めて、この1年半の間、福島のお父さんお母さん方と一緒に、運動を進めてまいりました。で、ですね、今避難区域の再編が進められているんですが、この20ミリシーベルト、帰還の基準も20ミリシーベルトとされています。で、今原子力規制委員会の委員長候補になっている田中俊一さんは、原子力損害賠償紛争審査会という賠償を決める、政府の席でですね、政府が決めた20ミリシーベルトは、絶対なんだから、帰還基準20ミリシーベルトを下回ったら帰還を進めて賠償も早々に打ち切るべきだというようなことをおっしゃっています。ということで、この20ミリシーベルトは今に至るまで、基準として残っているわけです。で、20ミリシーベルトは先ほど来、話が出ている通り、日本の基準に照らしても非常にこう高い線量なんですね。法令による、公衆の年間の被ばく限度というのは1ミリシーベルト、プロフェッショナルな人が出入りするその放射線管理区域は 5.2 ミリシーベルト、それから労働者の被ばく基準ですね、認定基準、年5ミリシーベルトとなっていますので、20ミリシーベルトというのは私たちとしては、すぐ撤回していただきたい基準なわけです。で、去年来ですね、福島の人たち本当にこう避難するかどうかで悩まれた方がたくさんいます。この悲惨な声をぜひ見てください。子供を病気にするつもりで産んだんじゃない、5月に出産しました。3歳になる子供もいます。駐車場で10マイクロシーベルト以上、これはパージですね、10マイクロシーベルトパージ、家の中ですら 0.5 マイクロシーベルトパーアワー前後あります。恐ろしくて住めません。子供を病気にするつもりで産んだんじゃない、借金覚悟で逃げるしかありませんでした。放射線の問題さえなければ、引っ越す必要もありませんでした。原発は私たちの大切なものをすべて奪いました。こういった声で、心情で福島の方々は、あるいは在留せざるを得ず、あるいは避難を、決意してふるさとを捨てて、今避難生活を送っている方がいるわけです。ところが、この20ミリシーベルトを下回った、政府の指定した避難区域外の人は、当初は賠償の宛すらなく避難をせざるを得なかったわけです。そこに私たちは大きな憤りを感じています。で、このようにですね、アンケート調査でもですね、避難をしたくても避難できない福島の方々の多くが、経済的な事情、仕事の事情、あるいは社会的な合意が得られずに避難を決断できない人がたくさんいるわけです。
でこうした人たちの権利を守ろうということで、私たちは避難の権利ということを求めて、政府に対してこの福島の声というのを伝え続けました。しかし政府は聞いてくれませんでした。これは去年9月の、私たちが、山内神戸大学教授に依頼して、測定した福島の中心地ですね、渡利地区という場所の、線量です。非常に高い線量です。1メートルで 3.87 マイクロシーベルトパーアワーなどなど、政府が決めた基準すら上回っているところもありました。でさらに恐ろしいのはこの土壌汚染レベルなんですね。チェルノブイリの一番、規制の厳しかった特別規制ゾーンにあたるような、30万ベクレルパーキログラムというような、町内の水量でそういう値が出ているわけです。さらにですね、時間が経つにつれて汚染はと収まるどころか、ある場所では汚染レベルが上がっているのにお気づきでしょうか。右下ですね、右下の小倉地という場所では汚染レベルが6月から9月にかけて上がっています。で今年の3月そして今年の5月も、調査しましたが汚染レベル上がっているんですね。やはりその30万ベクレルパーキログラム、これはセシウムの汚染濃度ですが、そういった地域がたくさんあるわけです。でそういう中で、人々は避難区域設定を要請しても行政はそれを拒否、除染がなかなか進まず順番待ち、除染土は今各家庭の庭で保管されているんですね。そういった中で、被曝を強いられているという状況があると思います。で健康管理調査についてもお話ししようと思ったんですが、これについては前のセッションそして質疑の中でだいぶ明らかになってきました。これが最近の甲状腺検査の結果ですね。A 判定、 B 判定、 C 判定、結節や嚢胞のサイズで決めてしまっているんですが、ただこれについてもですね、この判定でいいのか、セカンドオピニオンを求めたい、もっと詳しい結果が知りたいというようなお父さんお母さんがいるんですが、先ほどもお答えにあったように今、福島県立医科大学の方で一元的に調査を握っているために、これらの検査に疑問を感じてもそのクラリフィケーションとその結果を深く知ることが、お父さんお母さん子どもたちにはできない状況が続いています。そういうような状況を訴えたいと思います。どうもありがとうございました。昨年の原発事故以降、健康に問題がないとする見解は政府をはじめ研究者そして国際機関によってもなされてきました。福島医大が長崎大学広島大学からの研究者医師によって占められ、福島県内の、特に町のお医者さんをはじめとして医師の方たちの身動きが取れなくなりました。その町のお医者さんたちにとって自分の患者が適切な医療を受けるために医大に送る必要があるとき、それを拒否される可能性から口を閉ざさざるを得ない状況というのは同情に値しますが、しかし、現在福島県内では正常な医療を受けられている状態にあるとはとても言い難いです。甲状腺検査の結果、結節や嚢胞が 36% 近くに上る子どもから見つかっています。そして、本人あるいは家族が別の医療機関での追加の検査やセカンドオピニオンを得る権利すらも、奪われているというような状況同然の状況があり、2年半後の調査まで追加の検査が受けられないという状態にある。これは正常な医療とはとても言えません。でこうした放射能に対する不安までをも、抑圧する状況というのが続いてきたんですけども、さまざまな措置が取られてきて、でそれ最たる形で現れた一つには、昨年9月11日12日に行われた日本財団主催の国際専門家会議というのがあります。福島医大で行われたこの会議には IAEA、ICRP、WHO、アンスキアといった国際機関の専門家と、日本側は文科省の放射線審議会、法医研、長崎大学、広島大学などから、全体で約40名の研究者が集まり、いわゆる身内の会議を市民を排した形で行いました。この会議の結論では、当然予期していた通りなんですけども、政府の対策には問題はなく、福島では健康被害はないというものでした。記者会見の折に何種類の各種で線量再構築を行った結果、健康に問題はないと結論付けたのかと私が質問したんですけども、文科省の放射線審議会会長丹羽教授からは、そのようなデータはここにいる誰も持っていないと驚くべき答えが返ってきました。文科省がこれまで発表してきた
事故初期以来の浮遊人の測定データが扱っているのは、要素131、132、セシウム134、137、テリウム132のたった5各種のみです。また現在では問題を初期の要素被曝と現在残るセシウムのみに意識づけようとする動きが大変強まっています。今年4月に経済産業省管轄のエネルギー庁が行った一般入札を法医研が落札し、事故初期からの要素と炭明各種による内部被曝の線量再構築を行うこととなりました。独立した機関による調査シミュレーションと再構築を行い、国の事業とのクロスチェックする体制が必要だと考えております。WHO は今年5月に発表したレポートの中で、事故初期からの線量評価を最高で50ミリシーベルト、甲状腺被曝は最高が浪江町の乳児で100から200ミリシーベルトとし、日本政府はこの発表に、うろたえました。しかし、そのレポートの中では、初期プルームの要素とセシウムの比率を7対15としており、その50倍から80倍ものプルームが通過していたことは周知されています。これらは過小評価であるという批判は当然なされています。つい先日、内閣府は福島県で行われた甲状腺エコー検査結果との比較のため、福島県以外の3カ所で検査を行う方針を発表しましたが、これもまたエネルギー庁の一般入札にかけられています。誰が入札するか、そして、落札するか、そしてこの後をきちんと追っていかなければ問題なしの既成事実にされてしまう懸念もあります。これも同様に独立した機関、医師、研究者による検査体制を敷き、クロスチェックを行う必要があります。私たち CRMS 市民放射能測定所は、今後避難の権利について触れられた原発事故子ども被災者支援法に多くの力を注いでいくつもりであります。選択的な権利に加え、こうした医療の状況、そして福島医大が主導する健康管理調査が国の事業に移行する際には、法律家あるいは国内外の医師研究者からなる第三者委員会の設置が必要だと考えており、その実現をしたいと支援法立法に携わった弁護士らと話し合っています。現在の福島の状況とチェルノブイリとの大きな違いは、事故が収束していないということのみではなく、自由で民主主義であると思われている、まあ現在に至って私はそうは到底思えませんが、日本という国の福島で起こっている現状は先進国といわれる国々の先例となりうる懸念があり、私たちのパートナーである海外のアソシエーションの多くも同様の懸念を共有しています。本日お越しいただいた各国の IPPNW の方たちと、現在の福島の状況が現在の世界を取り巻く共通した課題であることを共有できることに大変感謝しております。どうもありがとうございます。